口安吾ここの女主人は何者だろうなはの家の前を通るとき浪川巡査は習慣的にふとそう思う板塀に囲まれた小さな家だが若い女の一人住まいで すごいい。美人と評判が高い警察の孤高調査の名簿にはヒルメナナコ28歳、職業ピアニストとなっているが聞き慣れない名前であるなるほどまれにピアノの音がすることもあったがしょっちゅうシェパードらしい猛犬が吠え立てているので有名だった今日もシェパードが吠え立てているすると甲高い女の声が聞こえた なんですって小包知りませんよ脅迫するんですか波川巡査は思わず立ち止まった途切れ途切れにしか聞き取れないが聞こえた部分はなんとなく穏やかではない女の動きもただごとではない剣幕のようだ男の声が何かくどくどとそれに応えているようだがこれは低くて全く聞き取れない どうやら玄関先で対応しているらしいまた女の声「知りませんたら何ですか言いがかりをつけて警察へ訴えますよ」この声を聞いた途端に門の外にいた並川巡査は無意識にガラガラと門の戸を開けてズカズカと中へ入ってしまったこの家の一人住まいの女主人が 定めし喜んでくれるだろうと思ったのであるところが妙なあんになった玄関の土間に2人の男がいる女主人の菜々子は室内から2人を見下ろしてにらみ合いの様子だったが制服の巡査が侵入したので同時に振り向いた3人のうちむしろ誰よりも狼狽の色を見せたのは菜々子であった何か御用ですか と息を弾ませて厳しく聞く通りがかりに警察へ訴えますよという声を聞いて思わず飛び込んだんですが自分が何かお役に立つことがあるでしょうかい,いえ何でもないんですうちわの人に親しまぎれの冗談言ったんですのよそうですか自分の耳には冗談のようには聞こえませんでしたが 浪川巡査は2人の男を観察した1人は体格のがっしりした遊び人風の若い男だが洋服は上物で相当金のかかった服装だ他の1人は病弱そうなインテリ風の眼鏡をかけた男で寒そうに両手をオーバーのポケットに突っ込んでいる土間の上に革製のボストンバッグが置かれていた押し売りにしては 二人の服装は悪くははない。何でもないんですからどうぞお引き取りくださいましてななこにこう言われてはそれ以上いるわけにもいかないので観察も途中で切り上げて退出せざるをえなかったどうも奇妙な組み合わせだうちわの親しい同士だと言ったがそうらしくない様子だったあのボストンバッグの中身は何だろう ななな。んとなく気にかかるな並川巡査は当年四十五といううだつの上がらぬ名物男金がね叩き込まれていた第六冠というやつをひょいと思い出してそうだこれが第六冠というやつだぞ1丁ほど先の雑貨屋の路地を曲がると並川巡査の自宅だ。 帰宅したら一風呂を浴びて夕食を楽しみに家路をたどってきたところだがそれどころじゃないよし変装して追跡だと大急ぎで我が家へ飛び込んだ「背広とオーバーを支給出してくれ夕食の支度は後回しだおい百合子お前も外出の支度をしろ変なやつをつけるのだ」浪川の娘百合子も不敬であった ちょうど非番で家にいたから様子をさせて同じ事務所の社員男女が会社を引けて帰宅の途中というアベックスだ。大急ぎで取って返すとななこの家には幸い2人がまだいるらしい様子犬がう,うううなり続けているどうやら2人は上がり込んだらしい部屋へんあげたんなら怪しい来客じゃないんじゃないの そうかもし,れんなしかしやりかけたことだから様子を見届けよ物陰に隠れて待ち伏せているとやがて2人の男が門の外へ現れた遊び人風の男が例のボストンバッグをぶら下げている2人は電車通りへの方向とは反対の寂しい方へ歩いていくあっちの方角へ行くんなら。 歩いていけるところに住居があるのだな突き止めてやろうええそうしましょう2人は30軒ほどの間を置いて後をつけ始めた出まかせに会話しながらいかにも屈託のない通行人のふりをして後をつけたどうもこれがまずかったようだ2人はなかなか歩きやまない うとう世田谷の区域を過ぎて渋谷区へ入ったここから丘にかかると繊細で大方やられているが大邸宅地帯この丘を越すと渋谷の繁華街の方へ出る世田谷で電車を降りて渋谷区まで歩いて帰宅する勤め人というのは変だこの辺へ帰宅するには他の停留所で降りなければならない浪川親子は しまったと顔を見合わせて悟られたかもしれないなしかしやつらも電車を利用せずにこれだけ歩くというのは臭いぞやつらは急に二手に分かれて走り出すかもしれないからその時はボストンバッグのやつの方を執念深く追うことにしようピストル持ってきた持ってるよいよいよ 丘の大邸宅地域にかかった一つの邸宅が広さ何千坪中には1万坪を超すような大邸宅もある高い石塀が延々と曲がりくねって続き昼でも人通りがほとんどなくて寂しいところ石塀と庭の樹木は昔さながらの姿であるが石塀の中の邸宅は焼けて跡形もないのが多い 二人の男は石坂に沿うて曲がった途端にドンと地響きがしたそれ。巡査親子は夢中で走った我ながら下手くそな追跡ぶりに気が引けて感覚がいくらか遠ざかっていたのでどこまでも運が悪かったようやく曲がり角へ出ると今しも遊び人風の男がインテリ風の男を肩に乗せて 高い塀の上へ押し上げたところだった親子がそれを認めた途端にインテリ風の男は塀の内側へ姿を消してしまったのである並川巡査はオーバーの下からピストルを取って「手を上げろ警察の者のだ」残った男は逃げる様子もなくまるで何事もなかったように手を上げて何ですか 怪しいいものじゃないですよ。ボストンバッグはどうしたそんなものを持ってやしません最初にドンと地響きがしたのは石塀の内側へボストンバッグを投げ込んだ音だ並川巡査はそれに気がついてさてこの男を捕まえるべきや石塀の中へ飛び込んで逃げた男を追うべきやと思わず高い石塀を見上げた それが運のつきいきなり腕を打たれて火の出る痛みを受けた途端手のピストルも火を吐いて地上へ落ちる途端にみぞおちを一撃されてひっくり返ったと同時に百合子も顔を一撃されて地上にすっ飛んだ百合子は痛さをこらえて逃げ去る足音の方を目で追った男は 石塀の反対側の工事へいきなり曲がり込んで消えてしまったそれから2分ほどの後ピストルの音で駆けつけたパトロールの巡査が百合子と父を助け起こしてくれた事情を聞いたパトロールはそうですかそれじゃあこの塀の中の男を探した方が早道ですね そういえばこの屋敷内にはドーベルマンとシェパードのすごいのがいますよあの犬が庭に放されている限りその男は半殺しの目に遭いますぜ。そんな物音は聞きませんでしたかところがピストルが火を吐いて地上に落ちてからというもの近所の犬がそろってウォーウォウ吠えだした吠えられてみると辺り遠近犬だらけ 特に一つの犬の声に注意のできない状態であったまだ8時だから頼んで屋敷内を調べさせてもらいましょう陳という中華人の家ですからちょっとうるさいかもしれませんがね表門へ回って案内を請う門番の小屋があって中年の日本人のカヒが顔を出した奥の本邸と連絡の後 案外簡単に邸内の捜査を許してくれたが、なるほど。入り口にはものすごい。ドーベルマンとシェパードがいて、一足入ると飛びかかる構えで睨んでいる。その犬を繋いでくれませんか？ええー、今繋ぎますよ。ずっとお話しておいたんですか？ええー、そう！ 日が暮れると毎晩話しておくんですよするとやっこさんやられてるなところが庭をくまなく探したけれども男の姿はどこにも見えない犬と格闘した跡もない塀を飛び降りた場所にいくらか乱れが目につくだけだおや何でしょうね 懐中時計で執念深く探し回っていた百合子は男が飛び降りた地点の木の根に小さな光るものを見つけて取り上げた金の腕時計だわ婦人用の虫男が奇妙な謎の拾いものであった。 殺されていた奈々子翌日非番の浪川巡査は水落ちを打たれた痛みもあって昼過ぎも寝ていたすると飛ぶように戻ってきた百合子に叩き起こされた大変よ昼目奈々子が殺されたのよ殺されたのは昨夜ですあの二人が犯人よ 浪川は痛みも忘れて飛び起きた百合子も下顎を撃たれて唇を切り顎が腫れて美人不景もサンタル面相人に顔を見せたくないから休みたかったが昨日の報告があるので署へ出てみると七子殺し発見の騒ぎである犯人の顔を見たのはお父さんだけですからすぐ来てくださいって。 あの二人が犯人と決まってるのか確証があるらしいわ他に色々重大なことが分かったらしいの殺された菜々子は意外の大物らしいんですって暗黒街の謎の女親分ミス・南京本当かみぞおちの痛みも吹っ飛び浪川は急いで服を着た その頃、東京横浜を中心に大口の南京虫の密売者が現れたこれがすごいような絶世の美女だ秘密に指定した場所へいずこからともなく現れて無造作に大量の南京虫をバッグから取り出し金と引き換えて消え去ってしまうその身辺には2人の護衛の若者がついていて取引の終わるまで ピストルに指ををかけてて見張っている。る。麻薬を扱うこともあるどこの何者ともわからないが仲間の間ではミス・ナンキンと呼ばれている当局はようやくスパイを入れることに成功してミス・ナンキンの存在までは突き止めたが密輸のルートはおろかミス・ナンキンの住居も名もわからないのだところが 殺され奈々子の死体の傍らからミス・南京の謎を解いてくれるらしい多くの重大なものが現れたのである奈々子は腕に麻薬を注射して殺されていた和服姿で少しも取り乱したところなく眠るように安らかに死んでいる盗品がなければむしろ自殺と考えられるような死に方であった ところが菜々子の死体を調べた警察医はびっくりして思わず声を発したほどだ菜々子の腕と言わずまたと言わず無数の注射の後で肉が硬くなっているのだ麻薬の常習者であった押し入れの中からはそれを証拠立てるモルヒネのアンプルが多数現れた多分2人の犯人は ななこに麻薬を注射してやると言ってより強烈なものを注射したのだろうと考えられたしかし浪川巡査はそれを疑ったなるほどななこは2人の男を内輪のもの者だと言いましたが玄関でにらみ合って口論していた剣幕ではとても男に注射をさせたり男の目の前で自身注射することすらも ちょっと考えることができないなあところが菜々子の小さな家から発見されたいろいろの物品は甚だしく意外でまた重大な事実を物語るものであった押し入れの中に外国製の果汁の缶詰がいくつもあったその空き缶も一つあったところがその空き缶には 果汁が入っていたらしいいいような痕跡や臭いが残っていないその缶詰をたくさん入れて送ってきたらしい大きなブリキ缶があるが押し入れの中から出てきた缶詰の数はその3分の1にも足らないぐらいだそして不足分の缶詰は七子の家から発見することができなかったのであるもっと意外なことは その缶詰荷物の包み紙らしいのが現れたがそれは香港から羽田着の飛行便で7個宛に送られたことを物語っていたそして確かに香港から発送された証拠にはそれを包むに用いたらしい香港発行の新聞紙がたくさん押し入れの奥に押し込まれていたのであったさらに意外なことがあった机の引き出しの中や 箱の中や筆入れの中からまで無造作に計53個という南禁虫腕時計が現れたのだ死体のかたわらに7個のハンドバッグがひっかき回されて捨てられていたがその中にもひっかき漏らした南禁虫が1つ残っていた多分犯人はハンドバッグの中にあった南禁虫だけ盗み取っていったらしいすると ななこがミス南京だったのかなるほど死に顔ですらも思わず身震いが走って抱きつきたくなるような美人だね香港から飛行機で送られてくる缶詰のうち約3分の1が本物の果汁で他の3分の2が南京虫というわけか犯人がボストンバッグをぶら下げてきた謎がそれで解けるわけだなそこで 羽田の税関はじめ関係局の配達不当にまで調査を進めてみるとこの荷物が菜々子のもとへ送られてきたのは当日の午前中のことだところがそれ以前にも約4か月前から計5度にわたって同じような荷物が香港から届いているのが分かったしかし浪川巡査はまだ何となく消せないことがあった自分が思わず立ち止まった時 七子の叫んだ言葉というのはこうなんです。小津見、そんなもの知らないわよ。脅迫するのね。ざっとこんな意味でしたよ。つまり犯人が南京武士の到着を知って取りに来たから、そんな小津見はまだ来ていないとごまかしたのだろう。それがそもそも七子の殺された原因さ。言われてみればピタリと辻褄が合うようだ。 けれども波川の頭にはなぜだか証明できないがどこかに間違いがあるような感じがついて離れなかったするとその勘もまんざら捨てたものではないことを半ば証拠立てるようなことが現れた犯人を見たのは波川親子だけであるが2人の印象を土台にモンタージュ写真を作ったインテリ風の眼鏡男は波川巡査1人しか見ていないから信用できかねるが 遊び人風の若者の方は2人の印象を合わせていくうちに2人揃ってこの顔に甚だ似ていると断言したほどの似顔絵が出来上がった半年ほど前まで七子の旦那だったという勝俣という実業家にこの似顔絵を見せるとこの男なら七子の元に出入りするのを34度見かけました相棒が一緒でしたねええ 私の見たのはいつもこの男一人だけです。どういう要件で出入りしていたのですか実はそれが分かったために次第にナナコと別れる気持ちになったのですが、この男はナナコにモヒを売り込みに来ていたのです。モヒが命の綱ですから、ナナコはこの男なしに生きられない状態だったと言えましょう。すると、 丈夫ですね。いいえ少なくとも私が旦那のうちはこの男が上婦であった様子はありませんこの男なしに七子が生きられなかったという意味はモルヒネが七子の命の綱だったという意味なんですそして私の知る限りでは二人の関係は純粋な商取引だけのようでした七子さんの生活費は どれくらいかかりましたか私が与えていた定額は毎月5万円それになんやかやで78万になったかもしれませんが菜々子は模費の費用のために女中も節約していたことでいつもピーピーしていましたねこの証言に至ってそれまでの見込みが怪しくなってきたのであるミス南禁ともあろうものがそんなにピーピーしているはずはない 彼女がそれまでに稼いだ額は多分1億以上に上るだろうと見られているのだもっともミス・ナンキンが密売線上に現れてからまだ5ヶ月ぐらいにしかならないから勝俣と別れた後のことであるが今もナナコの押し入れの中には果汁の缶詰とモヒのアンプル以外に目しい品物は何もない美女にとっては命とも言うべき衣装類すら何もなく 着ている和服が一丁羅のようなものであったピアノすら売り払ったらしく影も形もなくなっているのだ自分が麻薬の密売もやりながら麻薬のために所持品を売り尽くしてピーピーしているミス南京は考えられないのであるお父さんの勘当たったらしいわねこの事件には表面に現れていない裏が隠されていると思うの ゆり子にこう言われて浪川は照れながら俺の勘が当たったという自信もないな何か変だと思うことがあるだけで何が変だかわからない始末なのだからな何が変だか私が言ってみましょうかうん陳志の邸内へ飛び込んだ犯人がなぜ猛犬に襲われなかったかという謎よ私 ンシーーのののドドベルマンととェパードのことを調べてみたのよ。警察犬訓練所で1年以上も訓練されたとびきり優秀犬なのよそのほか室内にはボストンテリアとボクサーという小型の猛犬も飼われてるのよ知らない人はあの邸内に一歩踏み込むこともできないような恐ろしいところなのよ庭が広いから、 ひと隅で起こったことにはほかのひと隅にいる犬は気がつくまいよあるいはそんなことかもしれないけどゆり子はやがてはればれと叫んだ私とにかく当たってみるわ私の勘もなんだか正体がつかめないのだけどでも売っちゃっておけないような気持ちがあるのよこれから鎮邸へ乗り込んでみるの どうやら百合子の顔の腫れも引いて娘娘した可愛い昔の顔に返っていた美女と人。百合子は娘らしい普通の様相で言ったけれども不敬の身分は隠さなかった先夜この屋敷内へ逃げ込んで行方不明になったある事件の容疑者のことで。 助言ししていいたたただけけらとお伺いしたんですけど、ご主人に会わせていただきたいのですがご主人は常用で台湾へご旅行中さ代理のお方はお嬢様がいらっしゃるけど会ってくださるかどうか他にご家族はいらっしゃらないんですか奥様もいないし男のお子様もいないよ オスは今のところ犬だけさお嬢様にぜひ会ってくださるようにお願いしてちょうだいな順さなんていけつかないがまあ女だから取り次いでやろうところが意外に簡単にお許しが出て屋敷内へ通されたこの家も繊細で焼けたのを陳氏が辞書を借りて 小ざっぱりしたた洋館を建てたものだ。部屋数は10部屋ぐらいで庭に比べてそう大きな家ではなかった広間へ通された百合子は現れた陳礼状の美しさに思わず息を呑んでしまった自然にポッとわからんであまり上手ではない英語をぎくしゃくと操りながら「突然恐れ入ります私 父兄のと言いかけると令状はニコニコして日本語でおっしゃい私日本人と同じくらい日本語が上手よ日本で育ったからあなた本当に女のおまわりさんええそうですまあかわいいおまわりさんだこと男の犯人を捕まえたことはっていいえ まだですけど猛犬がうろついている中国人の邸内へ一人で来るの心配だったでしょうええですからお嬢様にお目にかかって目がくらんでしまったのですわお嬢さねえお答えできる範囲のことは何でも答えてあげますから用件をおっしゃって先夜この屋敷内へ逃げ込んだまま行方が消えてしまった容疑者のことなんですけど その時庭に離されていたはずのドーベルマンとシェパードが侵入者を見逃した理由がわからないのです令嬢はいかにも同意するようにうなずいたそれは本当に不思議なことねですけど知らない人たちが空想するほど犬は利口でもなく鋭敏でもないらしいのねこれは飼い主の感想です後藤家へ出入りした男でしたら 犬はうしを見逃すでしょうか特別犬と親しければねですけど犬が見逃すほど親しい男といっては多分父のほかにはいないでしょうねお父様は今日本にいらっしゃらないのでしょうそうもう半年もずっと台湾へ行ってるのですですが乱世のことですから国際人は対外進出鬼没らしいわね ひょっとすると私の知らないうちに日本に戻っているのかもしれないわもしも父がその侵入者なら年齢は60くらい銀髪で五尺五寸ぐらいのやさ男です容疑者の年齢は30くらい身長は五尺三寸以下ぐらいという話なのですそれじゃあ父じゃないわ身長はとにかく年齢は偽れないでしょうから あの晩誰かが屋敷内に侵入した気配をお気づきになりませんでしたかあなた方が庭を探し回るまでは特に気づいたことはなかったようです読書にふけっていましたから私たちが立ち去った後はさあそれもありませんねゆり子の質問はそこまでで種が切れてしまったこんな清楚な華麗な令状に 得体の知れない犯人のことでこれ以上の質問は無駄だというものだしかし最後に異常な勇気を振るい起こして思い切って聞いた「こんな質問は本当に礼儀知らずとお思いでしょうがさっき乱世とおっしゃいましたがそれに免じて許してくださいませ実はこの邸内へ逃げ込んだ容疑者というのは密輸品売買の容疑者なのです」 密輸品と申せば常識として日本人の手に渡る前にまず外国人を考えます私が後藤家を訪れましたのもそこに期待をつないでのことだったのですお嬢様にお目にかかってその期待も失ってしまったのですけど念のため聞かせてくださいます正直に申しますお父様は、 密輸品売買に携わっていらっしゃるのと違いますか。正直にも程があろうというものだ。他の人にはむしろこうは言えないが、息が詰まるほど好感の持てる礼上だから、かえって慣れて、こう言い切る以外に仕方がなかったのである。礼上は鳩がマメデッポを食ったように目をパチパチさせたが、ユリコを優しく睨んで。 たとえ本当にそうだとしても「そうです」なんて誰だって言うはずないわよあなたったらまあどうしてにわかに大胆不敵な質問をなさったのそれはそのさっきおっしゃったことのせいです乱世だから国際人は神出鬼没だって敏感で、ね、日本の府警さんはじゃあやっぱりそうですか あら、ごめんなさい謝ることないわよこの乱世に他国へ稼ぎに来ている国際人はどうせそれしか商売がないでしょうねですからあなたの勘は正しいかもしれないけど密輸品にもピンから切りまであるのです政府や他の勢力がひそかにそれを奨励しているような密輸だってあるかもしれないのよすみません いいのよ。それでもしも父がそうならそれからどうなのもういいんです百合子は口を押さえて吹き出したいのを耐えながら立ち上がったまた変なことをお聞きに伺うかもしれませんけれど会ってくださいますかええええ、何度でもいらっしゃいお勤めの御用の時に限らずに。 ありがとう。百合子はワクワクしながら夢中で表へ飛び出した渋谷駅の方へ歩きかけると後ろから呼び止められた父であった心配だからそっと様子をうかがっていたのさ守備はどうだいうちへ帰って話すわ百合子は父の手を取って 子供の遠足のように大きく振りながら上気して歩いていた父の推理。家へ戻って百合子は鎮邸での様子を父に物語った父はいかにも意外の顔で百合子の話を聞き終わったがふと寂しそうに言った。 女はそういうものかななぜお前のようなしっかり者でもぼーっとなるとそんなになるのかということさだってなお前はえらい決心で出かけたはずじゃないかなぜ猛犬が侵入者を襲わなかったかという素敵な疑問から出発してさ素敵な疑問だなんてお父さんたらからかってるのね 犬の位置の反対側へ侵入者が飛び降りた場合広い屋敷内だから犬も気がつかないだろうって言ってたくせにそうは言ったさしかしその後で気がついたのだどうやらお前の疑問は一番急所に近づいているんじゃないかということにねむしろ一番急所を外れていたのよあんまりもっともらしいのは 偶然という大事な現実を忘れさせる恐れがあるわ父は切なげに首を振った俺はお前の身が心配でお前がチンの屋敷から出てくるまでというものこの事件のためではなしにお前の身のためにこの事件について考えたそのために今まで囚われていて気づかなかった恐ろしいことに気がついたのさ お前の話を聞いてからいよいよその確信が深くなったさあおいで俺の確信を確かめるのだどこへ行くのです安心欲しいよ陳の屋敷じゃない警察へ行くのだそしてお前に見せたいものがあるのだよ父と娘は警察へ行ったそして 父が娘を連れて行ったのはこの事件の証拠品の前であるここに十五個の南京虫がある十四は7子の家から出てきたが一つは陳の屋敷内の犯人が飛び降りた地点で拾ったものだどれがそれかわかるかねわかるわ腕輪のついてるのがそれよそうだ 次に父は被害者の現場写真を取り出して娘に示したここの写真見んのんをてごらなかかつくことはないかね。それは安らかに死んでいる菜々子の上半身であった注射を打たれて死んだのだから左の腕は肩の近くまで袖がまくれているがそれ以外は特に変わったこともない特に気のつくことって。 ななさそうじゃないの。では次にこれだ父は証人の証言を閉じたものを開いて1箇所を探し出したここを読んん。でごらんそれは付近の時計証の証言であったそれによると当日の正午過ぎに菜々子が南京虫を一つ売りに来た売った金で は時計を売ったからむしろ腕輪の不用品が一つ増えたはずなのに腕輪を買って戻ったから甚ははだキーに思ったと時計屋は語っているのであるそうね時計屋さんは不思議だったでしょうねお前は不思議じゃないのかだって彼女は持たないから買ったんでしょうね 当たり前さその腕輪はほれ南京虫と一緒に注射を打った七子の左腕に巻かれているじゃないかそうねするとこっちの南京虫は父はそう言いながら陳の屋敷内で拾った南京虫の輪をつまんでブラブラ振ってみせた百合子の顔色は次第に青ざめた百合子は 思わずテーブルの縁をしっかりつかんでだからお父さんはどうだって言うのよ意地を張るのはよせ父は腕輪のついた南京虫ムシを元の場所へ戻した七子の家から発見された54子は時計だけで腕輪がついていないのだお前の勘は素晴らしいのだ俺はお前が。 あの晩ちんの庭でこの時計を拾った途端につぶやいた言葉を覚えているのだ男が南京虫とは変だなあとお前はつぶやいたのだぞもっとも翌日になると七子の死体が発見され室内から南京虫が腐るほど現れてきたそのためにちんの屋敷内で拾った南京虫の特異性というものが にわかにうすれてしまってはんにんのあるいたところに南ン虫がひとつふたつおこってるのはあたりまえだとだれしもかるくおもいこんでしまったのだおれもむろんそうだったようやくきょうになってあそこでひろった南ン虫にかぎってうでわのついていることにきがついたのだよゆりこは 苛立たしげに叫んだだからどうだっていうんです父の顔は引き締まった警官らしい態度じゃないぞだから言うまでもなくお前ちゃんと知ってるじゃないかんの邸内へ逃げ込んだのは断層した女だったにそういない犯人が落としたのは 盗んだ軟禁虫ではなく彼女自身の所持品彼女の腕についていた軟禁虫だったのだ七子の腕には彼女の軟禁虫がちゃんと巻かれていたのだからそれ以外には考えられないじゃないか大金持ちの令状が人を殺して物を取る必要はないじゃないの俺もそれを考えたのだ しかし、お前がそれほどんの令状の美貌に幻惑されてしまったから、俺は新しいヒントを得たのだ。ミス南京・ナンキンは絶世の美女だというではないか。どうだそれでいくらか分かりかけてきやしないか。分かりかけてきやしないわ。よしよし。今に分かる。 とにかくあの屋敷内へ逃げ込んだ男の顔は俺だけが見ているのだからないかに黒ずんだ動乱をぬたくり眼鏡をかけても俺が首実験すれば分かることだ浪川巡査は娘にだけは自分の見込みを語ったが まだ他の誰にも打ち明けない海戦山戦の経験者に打ち明けるには大事を要するし見込み通りとなれば一世一代の晴れがましい成功となる彼にとっては生まれて以来の大事件で思えば思うほど心が波立つばかりであるワクワクする胸を押さえて所内をなんとなく歩いたりしながら懸命に作戦を練り上げているその暇に 娘の姿がどこかへ消えてしまったのに気づかなかった百合子はいつの間にか署を抜け出してすでに陳家の玄関で霊場と滞在していた半ばぼうぜんとここへたどりついてしまったのであるさすがに霊場は青ざめていたしかし百合子が父の推理を語り終わると静かに百合子の手を取って握りしめた ありがとうゆり子さん本当にうれしいのよ私のお母さんだってゆり子さんのように私をいたわってくれなかったわ令状が涙ぐんだのでゆり子も涙ぐみじゃあ本当にそうでしたのあらちゃんと知ってるから駆けつけてくださったくせにミス南京は確かに私です そしして、七子さんを殺した共犯者も、確かに私,です私の父は台湾ではなく香港におりますそして南京虫と麻薬を日本へ輸送していたのですだんだん密輸ルートが見破られて面倒になったので新しい方法を考えましたそれは麻薬患者を探し出して麻薬を餌に 密輸の荷物の仮の受け取り人に仕立てることです。奈々子さんはその受け取り人の一人だったのです。ところがあの日、密かに荷物を分けて内容を知り、欲に目がくらんで荷物の到着を否定したのです。そのうち麻薬が切れかけて、私の同行者が時々奈々子さんにそうしてあげたように注射してあげたのですが、彼は。 子さんの返信によって新しい密輸ルートの発覚を恐れるあまり菜々子さんが無自覚のうちに多量の注射を打って殺してしまったのです令状はもう平成を取り戻していたそして微笑すら浮かべて語り続けた「私は父の相棒を務めて数億の金を握りましたが」 父が今度日本へ戻ったら父を殺すつもりでした乱世ですから私の心は鬼だったのですお金をもうけて復讐してやりたかったのです私を苦しめた人にも苦しめない人にもとりわけ父に復讐しなければならなかったのですなぜなら 彼は父ではないからです。彼は私の夫なのです。私は？お金で買われた内妻の1人です。そして私は？日本人です。令嬢はきつく力を込めて百合子の手を握りしめると立ち上がった。そして！えみかけた。 私の日本名と素性だけは私と一緒に永遠に墓の底に埋めさせてちょうだい私はこれから今と同じ内容の告白書をつづって死にますが私が日本人で彼の妻であることだけは書きたくないのです誇りが許さないのですあなたにだけは打ち明けましたがもしも私が あなたすらも偽って死んだとすれば死後の寂しさに耐えられないでしょう。呆然といすくむゆり子を残して霊場は静かな足取りで自室への階段を上っていった。